お待たせいたしました。最後は韓国からのご出演です。先ほども申し上げました、30万人のオンラインライブイベントを成功に導いたクリエイティブ代表集団のお二人にご登場いただきます。テーマはリアルタイムエンジンで創造される XR コンテンツ。ジャイアントステップ社 CEO イ・ジチョル様とビギンスクエア社 CEO エグゼクティブプロデューサーイ・デヨン様にご登場いただきましょう。ビギンスクエアのイさんは日本のクリエイティブ会社でもお仕事されていたということで、日本語堪能とお聞きしております、はい、それではご登場に願いましょう。こんにちは。こんにちは。本日は韓国からのご出演ありがとうございます。韓国からのご出演感謝합니다。それではプレゼンテーションの方お願いいたします。그러면プレゼンテーション준비お願い부탁드리겠습니다。네안녕하세요자이언트스텝의이철입니다。실시간엔진으로제작하는 XR 콘텐츠라는제목으로세미나를준비를했는데요관련산업에종사하시는많은분들께도움이되셨으면합니다。こんにちは。ジャイアントスタッフのイジチョルと申します。リアルタイムエンジンで制作する XR コンテンツというタイトルでゼミを準備したんですけれども、関連関係がある方皆さんに役に立つと願ってお願いします。네닐암스트롱은달의첫발을내디딜때한인간에게는작은한걸음이지만인류에게는위대한도약이라고말했습니다。자이언트스텝이라는회사명은도전을위한첫걸음위대한도약이라는의미로짓게되었습니다。닐암스트롱은月を最初一歩踏み出した時、一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとって偉大の役者だと言いました。このジャイアントスタップと使命は挑戦のための第一歩であり、偉大の飛躍という意味で作りました。네、저희회사는2008년부터광고영화 VFX를 시작으로현재 VR, AR, XR 및실시간엔진을이용한뉴미디어영상콘텐츠를제작하는회사입니다。2020년10월기준자회사포함약200명의임직원들로구성되어있습니다。弊社は2008年から広告、映画や VFX をはじめ、現在 VR、AR、XR およびリアルタイムエンジンを利用したニューミディア映像コンテンツを制作する会社です。ジャイアントスタップは2020年10月時点で子会社を含め約200人の従業者で構成されています。저희가하는일을간단히소개드리면20년넘게수준높은다매체광고영상을제작해온경험과영상의디자인을가미하는독보적인창의력실사와구분하기힘든특수효과의완성도새로운미디어를연구하고기술을통합하는능력훌륭한스토리와높은퀄리티를뽑아낼수있는시스템과체계그리고마지막으로미래를준비하는기술을개발하는연구소이렇게설명드릴수있습니다。私たちは仕事を簡単に紹介していただきます。私たちは高いレベルをさまざまなメディアを高校映像を20年以上制作してきました。私たちは映像にデザインを加えた特創性本物の区別できないクリオティの指示や新しいメディアを研究して技術を投稿する能力素晴らしいストーリーを高いクリオティを引き出すシステムも多形を持っています。ジャイアントステップは未来を作動る技術を発展する研究者でもあると言います。다음은저희회사쇼리를보시도록하겠습니다。次は私たちの会社の勝利をご覧ください。Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning.
the beginning.네, 저희와 같은 포스트 프로덕션의 역사를 보면 초창기 2D를 이용한 작업에서 시작해서 지금은 3D 프로그램의 등장으로 방송 및 영화 산업을 중심으로 많은 시간이 걸리는 렌더링이라는 과정을 거친 다양한 콘텐츠를 제작하는 데 쓰여져 왔습니다. 현재는 실시간 엔진의 발전으로 새로운 디바이스와 매체에 인터랙션이 추가된 다양한 콘텐츠를 제작하는 것으로 확장되어 쓰이고 있습니다. 私たちのようなポストプロダクションの歴史を見ると、初期は 2D を利用した作業から始まりました。3D プログラムを同上で放送や映画業界の中心に多様なコンテンツが制作されているようになりました。しかし、時間のかかるレンタリングという作業があるため、大量の時間がかかっていました。現在はリアルタイムエンジンの発展で、インタラクションが追加された多様なコンテンツが制作されています。네, 앞서 말씀드린 실시간 엔진에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 아시다시피 원래 게임을 제작하던 툴로 시작한 실시간 엔진은 GPU의 성능이 비약적으로 높아짐에 따라 최근 급격한 발전을 하고 있습니다. リアルタイムエンジンについて少し説明します。ご存知ように、もともとゲームを制作するツールで始まったリアルタイムエンジンは GPU の可能が速く的に上がることにより、最近、急躍な発展をしています。リアルタイムエンジンは、보시는바와같이、실시간렌더링으로비용과시간을절감하거나、다양한입력장치를통한인터랙티브로구현할수있고、새로운 디바이스에 맞춰서 컨텐츠를 한 번에 개발이 가능합니다. 또한 딥러닝, 빅데이터 등과 연동한 다양한 확장이 가능합니다. 리얼타임 엔진은 ご覧の通り 동시에 렌더링することで 코스트와 시간을 削減することになります. 사라니, 様々な 入力した 디바이스による 인터랙티브를 제작되기, 새로운 디바이스를 합쳐서 콘텐츠를 한번 하이카이できます. 또, 디퍼링, 빅데이터 등 연동한 다양한 확장이 가능합니다. 이러한 리얼타임 엔진은 보시는 바와 같이 다양한 분야 그리고 콘텐츠에 적용될 수 있는 무한한 가능성을 가지고 있습니다. このようなリアルタイムエンジンはご覧の通り、さまざまな分野とコンテンツに適用され、無限の可能性を持っています。네、 이것이 가능한 이유는 지금을 우리는 소위 기술의 융합이라고 말하는 테크놀로지 퓨전의 시대이기 때문입니다. 또 최근 새로운 미디어와 산업이 변하거나 새롭게 만들어지고 있어서 앞으로는 그것에 맞는 콘텐츠가 더욱더 필요해질 것입니다. さまざまなコンテンツに適用できるのは現在私たちの時代がいわゆる技術融合というテクノロジーのフュージョンの時代だからです。さらに最近新しいメディアを企業が変化になり新しく作られています。これからこれに合うコンテンツがますます必要になるでしょう。네, CG 기술을 이용한 하이 퀄리티의 VFX를 제작하는 저희 회사가 리얼 타임 엔진을 도입해 사용하게 되면서 CG 기술을 이용한 하이 퀄리티의 VFX를 제작하는 저희 회사가 리얼 타임 엔진을 도입해 사용하게 되면서
기존에 하던 영역과 기존에 없던 새로운 영역의 컨텐츠를 저희가 제작을 하게 되었는데요. 今までやっていた領域に加えてこれまでになかった新しい領域のコンテンツを制作することになりました。 중요한 것은 이제는 이러한 영역의 교집합이 전례 없던 새로운 융합형 콘텐츠로 변하고 있다는 점입니다. 저희가 제작한 이러한 사례들에 대해 몇 가지 보여드리도록 하겠습니다. 중요한 것은 지금 このように 領域의 콘텐츠의 효능화가 前来ない新しい有効型コンテンツに分かっていくことです。 ここで 事例をいくつか 見せます。 네, 이 영상은 한국의 번화가에 설치된 초대형 LED 미디어입니다. 건물 외관을 덮고 있는 이 LED 미디어에 최근 한국에서는 다양한 미디어 아트 작품들이 선보여지고 있습니다. 지금 보시는 영상은 저희가 실시간 엔진으로 제작된 건 아닙니다만 현재 실시간 엔진을 이용한 인터랙티브 영상을 기획 중에 있습니다. 예를 들어 사용자 핸드폰에 어떤 앱을 깔고 먹이를 드래그하면 화면에 먹이가 떨어지고 고래가 그걸 먹는다든지 실제 시간대와 날씨 또는 바람의 풍속 정보를 받아서 LED 영상에도 맞게 보여지게 할 수 있습니다. これは韓国の繁華街の設置された超大型LEDメディアです。建物の外観に覆っているこの LED メディアは最近韓国では様々なメディアアート作品が登場しています。今ご覧になっている映像はリアルタイムエンジンで制作したものではありませんが、 現在 リアルタイム エンジンを利用した インタラクティブ 映像を企画中です。例えばユーザーの携帯にあるアプリをインストールして餌をドラッグすると LED メディア上に餌を落ち、クジラがそれを食べるなど実際の時間帯の天気または風速情報を受けて LED 映像を表示してできます。 네, 다음. 네, 다음은 루이비통의 트위스트백을 위한 플래그십 스토어의 AR 콘텐츠 제작기인데요. 방문객이 핸드폰 정보를 입력하고 원하는 스타일을 선택한 후에 매장으로 들어오게 되면 음악과 조명이 설치된 런웨이를 지나게 됩니다. 반대편에 숨어있는 카메라가 런웨이에 걸어 들어오는 사람을 카메라로 찍고 루이비통 트위스트 로고를 화면에 AR 시켜서 그 영상을 방문객이 핸드폰에 다운로드하게 소셜미디어에 올릴 수 있게 디자인되었습니다. これはルイビットの人気シリーズであるツイストバッグのための危険点数の AR コンテンツの制作ダイジェストです。お客さんがスマートフォンに情報を入力して希望するタイトルを選び、店内に入ると音楽や照明が設置されたランウェイを通ります。反対側に隠れているカメラがランウェイに 入ってくる人をカメラで撮って AR されたルイビットンのツイストロゴをスマートフォンに表示されています。その映像はお客さんのスマートフォンにダウンロードしてもらい SNS アップロードができるようにデザインしています。 네, 다음은 2018년 서울 패션위크에서 스튜디오 K라고 하는 중견 브랜드와 함께 AR로 만들어진 패션쇼를 저희가 제작을 했는데요. 관객의 핸드폰에서 증강되는 것과 더불어 유튜브에 실시간으로 생중계되었습니다. これは2018年 서울 ファッションウィークで スタジオ K という中堅ブランドとともに AR 作られたファッションショーを制作したことものです。お客さんのスマートフォンに AR が表示されてとともに YouTube にリアルタイムで生中継されています。 네, 다음은 유저가 원하는 컬러와 옵션을 선택해서 원하는 자동차를 만들어서 미리 보는 자동차 컨피규레이터라고 하는 게 있는데요. 저희는 여기서 더 나아가 그렇게 만들어진 자동차가 멋진 도로를 달리는 한편의 광고 같은 장면을 연출했습니다. こちらはユーザーが希望するカラーとオプションを選択して自分の車を作ってプレビューする自動車のコンピュレーターというものです。 私たちはここからさらに進んでユーザーが作った自動車が素晴らしい道路を走る一本の広告ようなシーンを演出しました。 네, 이 영상의 메이킹을 좀 보여드릴게요. このメイキングを見せ上げます。
이것은 단순히 차를 선택해서 보는 것에 그치지 않고 기술을 활용해서 세련된 영상으로 실시간으로 연출함으로써 향후 미래에 다양한 제조업에 활용될 수 있는 목적으로 제작했습니다. これはただ車を選択で見ることではなく技術を活用して洗練された映像でリアルタイムに演出することで将来の様々なメーカー業界に活用できるように制作しました。 네, 이 영상은 언리얼이라고 하는 리얼타임 엔진을 제작하는 미국의 에픽에서 오토모티브 부문의 훌륭한 사례로 전 세계에 소개되었습니다. 리얼타임 엔진을 使った 언리얼という 소프트웨어で 作られています. この언리얼を 제작した 아메리카 에픽사で 오토모티브의 부분의 素晴らしい 事例として 전 세계에 소개されています. 네, 다음 넘길게요. 네, 다음. 네, 저희는 또한 실시간 엔진을 이용해서 사람을 복제한 극사실적인 디지털 휴먼을 제작을 했는데요. 맞다. 私たちは リアルタイム 엔진을 이용して 人を 複製した リアルを デジタル 휴먼을 제작しました. 눈썹이나 모공까지의 마이크로 단위의 극사실적인 사람을 만드는 프로젝트를 제작했습니다. 마요게와 케아네마데 마이크로 단위의 리얼리티나 히토를 츠쿠루 프로젝트를 제작했습니다. 네, 만들어진 영상을 한번 좀 보여드릴게요. 데키아가타 영상을 見てください. Emotion. It's the core of humanity. It's what sets us apart. Meet Vincent, a digital creation using a real-time engine with engaging, lifelike qualities. Vincent brings an emotional intelligence to AI in real-time rendering. The pupils in his eyes, the surface hairs on his skin, slight wrinkles on his lips and around his mouth. These minute details add an emotional reality, a layer of human interaction, making Vincent a convincing, compelling virtual character for any story he tells in film, TV, gaming, advertising, and beyond. Humor, drama, whimsy, action. This is the next generation of photorealism. Think of it. Virtual characters representing any person you envision, telling your stories with endless possibilities. Just what your imagination has been waiting for. Vincent and Beyond, the power of emotion. 네, 빈센트 프로젝트는 IBM 왓슨을 이용해 사용자와 교감할 수 있는 상태로 테스트 중입니다. 카메라가 사람을 인식해서 서로 대화를 하거나 시선을 맞추는 등의 동작이 가능하고 나아가 다양한 키오스크나 디바이스에서 사람을 도울 수 있는 역할을 하게 될 것입니다. このリアルなデジタルヒューマンのヴィンセントは IB 社の Watson を使ってユーザーを共感できる状態でテストを行っています。カメラが人を認知し お互いの会話をしたり視線を合わせるなどを動作可能でさらに様々なキオスクやデバイスで人を助ける役割を果たしていくことがなるでしょう。 빈센트 프로젝트 역시 에픽사에서 우수한 프로젝트를 선정해 제작 지원금이 나오는 메가그랜트를 수상하였습니다.
ヴィンセントプロジェクトもエピサーが中間するイベントで優秀なプロジェクトで選ばれて制作自演金が出るメガグランドを受賞しました。저희가전통적인포스트프로덕션에서실시간엔진을이용해앞으로바뀌어질미래의컨텐츠시장을준비하고있는와중에정말로영화같은비현실적인상황을맞게되었는데요여러분들도잘아시겠지만현재코로나로인해다양한산업이큰타격을맞고있습니다皆様もよくご存知のように現在コロナによってさまざまな業界が大きなダメージを受けています。私たちが既存のプロダクションの中でリアルタイムエンジンを利用してこれから変わる未来のコンテンツマーケットを先に取り出しいく中で本当に映画のような非現実的な状況を経験することになりました。전세계적으로언택트라는말이언론에이렇게많이나오게된초유의사태가벌어지게되었는데요그로인해모든산업이얼어붙게되었습니다언택트という反対の言葉であるアンテクという言葉が全世界に使えマスコミにも対応される過去にない事態が起こるようになりました。それによるあるいう業界が冷え込みました。반대로인터넷을이용해비대면온라인으로할수있는온택트라는말도생기게되었습니다특히공연쪽에서는사람들이모이거나대면하게되는상황들이불가능해지면서온라인으로공연을하는것에대한아이디어가나오게되었습니다저희는앞서설명드린것처럼실시간엔진을이용한여러경험을가지고있던터라기존현실무대에 AR 로구현되는기술을이미가지고있었고 SM 엔터테인먼트의공연에적용할수있었습니다逆にインターネットを利用してオンラインでできるオンタクトという言葉も出てきました。特にイベントでは人々が集まったり対面したりできなくなりオンラインでイベントをすることについてのアイディアが出てきました。私たちの先に説明したようにリアルタイムエンジンを利用したさまざまな経験があった、あったので既存のリアルステージの覆えAR の再建する技術をすでに持っており SM エンターテインメントとのコンサートに適用することもできました。Live. 상상그이상의무대전세계109개국팬들과의인터랙티브커뮤니케이션4월26일슈퍼엠5월3일웨이션 V 5월10일 NCT 드림5월17일 NCT 127그리고모두가기다려온5월24일동방신기5월31일슈퍼주니어 OTT 전용라이브비욘드라이브Thank you.
네, 다음으로 넘길게요. 네, 저희는 지금까지 우리의 산업이 높은 해상도와 높은 퀄리티의 영상에 집중하는 시대였다면 今まで私たちの業界が高い解像とハイクオリティの映像の集中する時代だったとしたら 앞으로는 유저의 확장된 경험을 줄 수 있는 콘텐츠 시대가 열릴 것으로 생각하고 있습니다. 여기서 XR이라고 하는 단어의 X는 변수, VR, AR, MR을 모두 의미하고 미래에 등장할 또 다른 형태의 현실도 포함하고 있습니다. これからユーザーの経験を開けることができるコンテンツの時代に開かると思います。 ここで XR という単語は X 単語の X は変数 VR AR AR を意味をし未来の同乗する新しいタイプも実現なることも知りません。 네, 이러한 XR을 위한 새로운 콘텐츠는 하이퀄의 비주얼을 만드는 일과 뉴미디어를 이해하고 촬영하고 만드는 것, 그리고 새로운 기술을 개발하는 것, 기술에 기반한 창의력을 발휘하는 것, 마지막으로 그것을 뒷받침하는 하드웨어, 소프트웨어가 필요합니다. このような XR のための新しいコンテンツは、ハイクオリティのビジュアルを作ることと、ニューメディアを理解して撮影した作ることと、新しい技術を開発すること、技術を基づくクリエイティブ発揮をすること、最後にこれを支える、ハードウェアはソフトウェアが必要になります。 자이언트 스텝은 미래의 콘텐츠를 위한 기술 기반의 창의적 콘텐츠를 만드는 것을 준비하고 있었고 고품질의 영상을 제작해온 자이언트 스텝과 기술을 이용한 제작 프로덕션인 비긴스케어, 기술을 개발하는 GX랩이라고 하는 개발 연구소, 그리고 크리에이티브를 담당하는 뉴오더, 그리고 SI 쪽을 담당하는 키마 시스템즈, 이렇게 자회사를 이루고 있습니다. 자이언트 스텝은 미래의 콘텐츠のための技術基盤のクリエイティブなコンテンツを作りを 先取りしています。このように高品質の映像を作り出してきて、ジャイアントスタッフと技術を利用した制作をプロダクション、ビッグエンスケア、技術を開発する GX ラボという開発研究所、クリエイティブ担当するニューオーダー、そして SR 側に担当するキマシステムズ、それから子会社で構成されています。 네, 자회사들은 각각의 장점을 가지고 비주얼, 프로덕션, 크리에이티브, 기술을 서로 주고받는 유기적인 원스톱 크리에이티브 메이킹 시스템을 구축하고 있고요. 이 모든 콘텐츠를 제작하는 중심의 비긴스케어라고 하는 저희 프로덕션은 크리에이티브와 기술 그리고 비주얼을 제작 환경에 실제로 적용해서 결과물을 만들어내는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 라인의 모회사인 한국의 네이버와 언택트 공연을 현재 진행하고 있고 가상 스튜디오 기술을 이용해 기존 제작 시스템과 미래의 제작 환경을 구축하고 있는 비긴스케어의 이대현 대표에게 이야기를 넘기도록 하겠습니다. 고가이샤와 소레조레노 초쇼모치 비주얼, 프로덕션, 크리에이티브, 기술을 소고니 야리토리스루 유기적인 원스톱 크리에이티브 메이킹 시스템을 구축しました. この全ての コンテンツを 制作する 中心に ビッグインスケアという プロダクションはクリエイティブ技術、そしてビジュアルを制作環境に実際に適用するコンテンツを作り出す非常に重要な役割を果たしています。それではビッグエンスケアのイーデヨン代表に話していただきと思います。ビッグエンスケアは現在ラインのお親会社である韓国のネイバーとアンタクトコンサートを行っており、バーチャルスタジオ技術を活用して既存の制作システムと未来の制作環境を構築しています。
이대현 대표님 마이크 뮤트 해제해 주시겠어요? 네, 이대현 대표가 지금 저게 소리가 안 나와가지고요. 잠깐만요. 아니면 네가 이걸 끼고 할래? 이거, 자. 어, 이걸 끼고 하면 된다. 들리십니까? 들리세요? 조금 작게 들립니다. 이거 하나 나랑 바꾸자 아예. 잠깐만 이거 두 개 할게. 내 큰 거 좀 줘봐. 들리시나요? 작게 들립니다. 작게 들려요? 네. 크게 얘기할까요? 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 뮤트 해제가 가능하신지요? 됐다. 어, 오케이. 들리십니까? 네, 들립니다. 들리십니까? 聞こえてますか? 정말 죄송합니다. 本当に 申し訳 ございません. 제가 페이지를 다시 처음으로 좀 넘길게요. 저도 페이지의 조정을 しております. 少々 お待ち 下さい. 아, 요 페이지 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 네, 제 일본어로 바로 시작하도록 하겠습니다. 네, それでは 일본어로 話していただきます. こんにちは. 비긴스케어의 프로듀서であって CEO であります. デヨンって言います. すみません. 生中継の インターネット 放送が 初めてなもんで. こんなことになっちゃいました。申し訳ありません。僕はプロダクションの代表でジャイアントステップというろんなものをやっていますが、今日はリアルタイムエンジンベースの技術的なものの話をしましたが、今今日これから私たちにやっている仕事の現状況などちょっと説明させていただきたいと思います。今映像 画面を言っちゃってください。大丈夫です。僕、ビギンスケアの昇竜です。 CM プロダクションで今まで十何年間CM のプロデューサーやってきました。いろんな CM やってきましたが、それだけがこれからの道ではないのではないかと、チチョルさんともろもろ相談しながら、ちょっと新しいことに励み、 ちょっと仕事をしたいと思っております。で、今私たちの状況、これだけ急に変わっている今の状況で、このイメージがこの1枚で説明できると思います。業界の様子が説明されると思います。急速に変化していて、すごく時代は 変わっているのに変化できず、限られたところで、ライバルと争っているような、この一枚の絵の中の金魚一匹っていうのが、僕自身の姿だと思っていました。それで、じゃあこれからどうすればいいのか、私たちは、他と同じ状況にならないために、どうすればいいか悩んで、とりあえず2つ、 に集中することにしました。誰でも考えられるようなディファレンス、ベタ、どう違くするか、どうすればもっとうまいことができるか、この、シンプルな2つに集中すれば優位に立てるってことは、私たちはすでに分かっているはずです。少しずつこの2つをこれからの仕事に適用してみました。 まず、CGVFX で制作を主にやっているので、そこで、まず、モーションキャプチャーソリューションをリアルタイムエンジンにちょっと追加してみました。
それが、それがですね、今までこの CG の広告の制作にこうたくさんの時間と費用がかかることは、まあ、皆様ご存知だと思いますが、日本のパートナーのプロダクションであるあのアームズさんっていうところがありますが、リアルタイムエンジンを利用して、新しいその制作方法を一緒に試すことになりました。これはジャイアントステップの CG、VFX、あと技術、ノウハウがあってから可能だったと思います。ちょっとメイキングの映像を見ましょう。まあ、現場で直接撮影をまあ録画する感じになってしまうので、そのロボの姿勢だったり態度ってポーズだったりっていうのをその現場で決めて、それを録画する感じで CG をこう完成度高く動きを出すことができます。そして次のステップでスタジオをちょっと離れ、そのロケーションで、モーションキャプチャーを使い何かできないかと。で、それでフリービジュアルを、モーションキャプチャーを外に出し、フリービジュアルを出して、さらに広告制作にすごいクオリティの良い CM を制作することにちょっと挑戦してみました。リアルタイムエンジンで、こう、プレビジュして作業を行って制作したその広告の映像です。次はリアルタイムエンジンを利用して仮想スタジオを作って、また別の制作方法を試してみました。このスタジオは、ジャイアントステップの地下にあるところに、まあ、改めて全てのセッティングをしたまあ、バーチャルスタジオになりますが、で、そこで今進行中であるものをちょっと紹介したいと思います。ちょっと3年で終わる。これは今現在進行中であるそのラインの子会社のネイバーっていうところのオンライン番組です。オンラインナウっていう番組のパーティービーっていう音楽プログラムを制作しています。あ、ちょっと戻してもらっていいですか、映像を。すみません、中間の出てくる映像が大事なものなので、ちょっと見てもらっていきたいと思います。モバイルでご覧になるものなので、縦の形の映像を作って、モバイルで見れるように制作したものです。はい、ちょっと細かくちょっと切って編集してお見せしましたが、この AR システムに関して少し説明させていただきます。簡単に説明します。現実のステージの空間のカメラとリアルタイムエンジンで制作された仮想ステージのカメラ、それを同期してリアルタイムで合成した最終画面を作る構成です。ステージでカメラを、まあ、カメラの動きを追跡して仮想ステージにそのリアルタイム
で、レンズの動き、フォーカス、位置情報などをこう与える装置を利用します。それトラッカーって言います。ご存知だと思いますが、次に行きます。で、あと仮想ステージとリアルタイムを合成するために、まあ様々な装備、まあその機材が利用されますが、リアルタイムエンジンで制作されたステージをそのリアルタイムで合成する方法で制作されています。ご存知の通り、広告制作の際には、合成するために使われる、まあ、そのクロマスタジオがありますが、それをセットアップして、リアルタイム方式をその適用して、まあ、高品質のクオリティの、まあ、ものを足すために、まあ、たくさんのテストを行っています。まあ、イメージだと、細かく表示はしたつもりですが、カメラのトラッカーだったり、マーカーだったりっていうのを設置したイメージがあると思います。カメラトラッカーは一応スタジオの天井に記した、トラッキングマーカーっていうものをリアルタイムで読み込んで情報を、その情報を構成装置に送る方式になります。はい、こう今の画像に映っているのがそのトラッカー、はい、はい、こうマーカーをまあ天井に記してる。で、そのマーカーっていうのがこう左側に映ってるんですが、天井にマーカーから受け取った情報がこう表示されてます、モニターに。そして右側は仮想ステージに寄せられたあの情報をもとにリアルタイムエンジンで構成している姿です。仮想ステージに合成するためのさまざまな装備が運営されていますが、そのコンサートのためにオーディオ、装飾装備がセットアップされています。まあ、写真の右だと思いますが、その次の映像になると思います。そしてコントロールルームも準備してあります。あと3台カメラが入っていて、基本カメラの構造は3台のカメラをミキシングしながらスイッチングで編集する。で、現場編集をしてスーパーを入れたり、グラフィックを入れたりするシステムになっております。まあ、リアルタイムで動く 4K 放送局だと考えればいいと思います。まあ、これは実際にテストした映像ですね。テストした映像と装置された映像をお見せします。私たちが想像するその未来の映像制作の環境はご覧の通り、技術を理解して新たにどう適用するか、その適用することをちょっと考えています。そしてリアルタイムエンジンを利用して数多いコンテンツの生放送がこれからあちらこちらから放送されると思います。今映っているのはテスト映像ですね。次に行きましょうか。はい、これが先ほど Now っていう番組のまあキャッチャーしたものなんですけれども、右画面がモバイルで見た環境です。ファンがとても多く、すごいチャットが上がることを見れると思いますが、
韓国ではそれなりにすごく話題になったものです。それを毎月、撮影をしております。はい、ちょっと面白いものを紹介しましょう。テレビ広告で最もクオリティを要求するのが、車の CM ですね。多くのステップ装備見たことない機材たくさんの実感が必要なんですけど、すごくたくさんの制作がかからなければいいものがこう作れないだけど、これもまたすごいと思います。こういう制作方法だと、ダメだと思います。少なくても、自動車の広告といえば、最高のステップが集まって、こういう、こういう、高いクオリティのものを出さなければいけないと思います。だけど、これもまた、すごいですね。私が話したいことは、良いクオリティのためのものは、技術だけじゃなくて、技術と、創意力が必要だっていうことです。最近では、リアルタイムエンジンを使って映画や広告制作するところも、新しい新しい方式の制作も、試みられています。あちらこちらから。次のを見ると、最近、これはハリウッドの姿ですね。映画を映画とドラマなどを作るのにリアルタイムエンジンを使っていろんな方法を使い始めました。まあもちろん今の問題じゃなくてもう少し前からこう始まっていますが、高いクオリティのものがそろそろ上がってくるのではないかと期待しております。今私たちは車でライブ放送コンテンツ制作するスタジオですが、そのハリウッドのように、その方式、まあ、制作方式っていうのも、考えていて、今、テスト中であります。今、LED 背景のリアルなコンテンツ制作するスタジオをセットアップ中なので、またいい機会に皆様に、紹介できるように努力します。ジャイアントステップは、ジャイアントステップとビギンスケアは、韓国で最もクオリティのいい CG、VFX 映像を制作する会社だと、自信持って話します。新しい技術を加えて未来の新しいコンテンツの制作を常に準備していますので、クリエイティブな技術を受け入れて、研究開発をして、あと人の感情を動かして、人間の経験をデザインして、それから、時代が求める技術を規範に、人が中心となる、世界的な、クリエイティブコンテンツスタジオとして、ジャイアントステップと、そのビギンスケアが成長できるように今も努力していますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャイアントステップ社イ・ジチョル氏、ビギンスクエア社イ・デヨン氏、いや素晴らしい、はい、デジタル先進国、ね、韓国の素晴らしい技術をお見せいただきました、はい、大変ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、これより質疑応答に移りたいと思います。すでにいくつかチャットで来ているようなので質問をしていきたいと思います。チャッティングで質問を몇개받은것같은데요한번바로진행하도록하겠습니다。リアルタイムエンジンを使ったライブコンサート、日本と一緒にするプロジェクトなど今現在ありますでしょうか。リアルタイムエンジンを使用したライブコンテンツ中で日本と함께합작한プロジェクトが있는지요。
리얼타임 엔진으로 아직 일본이랑 한 건 없고요. 맞아, 리얼타임 엔진을 使って 일본과 コラボしたものでもとはありませんが. 뭐 지금 뭐 미국이나 또 뭐 일본이나 이런 연락들은 오고 있습니다. 아마 아메리카とか 일본とかの 컨택 커넥션은 지금 ありつつな 感じであります. 감사합니다. 비욘드라이브を行うにあたり一番大変だったことは何ですかという質問を聞いております。비욘드라이브를진행하면서가장힘들었던부분은어떤점인가요?라는질문이와있습니다。네뭐아까도이리아대표가마이크가안나와가지고잠시위험한상황이있었는데요。さっきもイデオン代表のマイクがちょっとミュートになってて、ちょっと話ができなかった大変なことがあったんですけれども。네아무래도이제생방이다보니까발생하는여러가지위험한상황들이아무래도라이브에가장뭐위험한상황들인것같습니다やはりあのリアル配信で生配信ですることによって実際に行ったイシューとか問題に対しての対応ができないことが一番苦労かったな、はい、一番辛かったな部分だと思ってます。네뭐어떤일이발생할지모르니까늘긴장해야된다라는부분이제일힘들었던것같습니다아やはり아どの部分で問題がトラブルが行うかが分かんない状況でずっと緊張してる環境が一番辛かったと思います。はい、ありがとうございます。감사합니다。もう一つ次に注目している技術ですね。すみません、技術は何でしょうか。あ、다음으로주목하고있으신기술은어떤것일까요?라는질문이들어와있습니다。지금아까전에보셨던그프로젝트빈센트라고하는가상휴먼을만들어내는부분을지금좀하고있는데요。아、さっきご覧のようになったプロジェクトヴィンセントというバーチャルのキャラクターを作っているものを今注目しているんですけれども。가상셀럽으로발전시켜서엔터테인먼트와결합시키는쪽에지금관심이많고요그쪽부분을지금열심히하고있습니다今バーチャルのセレブリティという成長をしてて過剰のデジタルの化をちょっと発展することを今集中して作業を進めております。그래서가상의엔터테인먼트회사에이전시같은개념을준비하고있습니다なのでバーチャルのエンターテインメント会社とか事務所を作ることを今準備しております。素晴らしい。持ち味だ。こちら従来の CG とリアルタイムでこう CG 合成するものに対しての画質の差というのはどこら辺に何かありますでしょうか。아종래진행되게되는 CG 또리얼타임엔진의화질의차이는뭘까요?라는질문이와있습니다。아무래도이제기존의 3D 프로그램이만들어내는퀄리티는뭐우리가알고있는극실사에가까운정도까지나오고있고요。프로그램은리얼타임엔진의方には今本当にリアルな逆にリアルな果実で作られることが可能な制作環境になっております。기존リアルタイムエンジン이기존 3D 만큼의이제퀄리티에육박할정도로지금발전하고있습니다。なので今 CG のグラフィックをグラフィックレベルまで上がるためにの今リアルタイムエンジンは結構기술이발전するように頑張っています。그래서저희가보여드렸던영상의사례영상들은리얼타임엔진으로제작된영상들이었고요이마마데지레토시테미세테아게타동가와스웨테리얼타임엔진을使って作られた映像になります。그래서기존의언리얼이라고하는엔진을가지고제작을했습니다。なので、既存のアンリアルというエンジンを使ってソフトウェアを使って作られております。はい、ありがとうございます。
アーティストはですね、グリーンバックの撮影や AR 合成ライブなどすぐ対応できたものなのでしょうか。아티스트같은경우에는크로마키배경이나 AR 합성라이브를할때바로대응을하셨는지궁금한하다는질문이들어와있습니다네크로마배경으로했을경우에도그리고 LED 배경에했을때도뭐즉각적인반응으로진행을했고요그럼그린바크의背景むしろあと AR 合成をする時もアーティストに対してはすぐ対応ができるように進めておりました。단지이제장비와장비사이에어떤그딜레이가존재하는것은뭐문제가지금아직은좀있지만ただ今の段階ではデバイスとデバイスの間をつなぐためのちょっと遅延があることの問題はあるんですけれども뭐그걸극복할수있는방법들도좀있기때문에그런부분들은지금 R&D 기술개발을하고있는중입니다それを超えるソリューションはあるので今あのソリューションをちょっと開発して AR エンジンをよく使われる環境になるようにしております コンピューターの処理能力は制作上制約などありましたでしょうか컴퓨터의처리능력이나제작하는환경에서 제약이있는경우가있었나요아무래도굉장히무거운씬같은경우는리얼타임엔진에서실시간으로처리되기에불가능한부분들이아직은존재하고요やはりちょっと非常に重いデータを持っているシーンなどはすぐアンリアルエンジンを使って作業するのはちょっと難しい環境ではありますが퀄러티를유지하는선안에서의용량을줄이는즉옵티마이징이라고하는과정을굉장히많이거치는편입니다퀄리티의조건을못でてその中で一番最善にできるものを作られるいわゆるオプティマイジングという技術を使ってて今開発しています。그래서그래픽카드의성능이뽑아낼수있는최대치까지저희가용량을줄이고옵티마이징을하죠なのでグラフィックカードの能力を再現マックスまで使われてその中でちょっと収まれるぐらいのデータ量を使うオプティマイジングという技術を使ってますなるほどありがとうございますすいませんまだちょっとコメントは来ているんですけどもそろそろ時間のようですので質問はここまでとさせていただきますコメントが非常に많이들어와있는데요시간의환경으로지금이렇게마무리하도록하겠습니다リーさんありがとうございましたありがとうございましたはい、ありがとうございます감사합니다감사합니다감사합니다